ハーフガードに対するスマッシュパスを紹介します。ハーフガードの状態から右手で順手の襟、左手で相手のズボンの膝の外側を掴みます。ここから一度クロスニーパスを狙いますが、相手は行かせてくれないので正面に戻ったら左手を離して、左手も襟を掴みます。右足を横に移動させてできたスペースに左膝を入れます。そのまま腰を滑らしていって左手で脇を刺します。相手は足の甲を膝の裏にフックしてディフェンスしてくるので、右手で相手の足を下に押さえつけて外したら、自分の足の甲で止めます。右手も相手の脇を刺して、ここから右膝を床につくようにして、そのまま左足を上の方に持ってくると一気にマウントに行けるので、上の方まで登っていって膝と膝を締めて手首を掴んで後尾方向にひねると肘が決まります。